核の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。アシット奥村、タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー佐々木01、210パウンドバンサックアシット、アシット220パウンド佐々木よしひと、佐々木赤コーナー全日本プロレス235パウンド気合い信風、230パウンド奥村重奥村レフリー阿部慎介、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。タックルでぶちかまします。足を固めての監獄ロックであります。腕をフックします。打たせません。蹴ってまいります。組み合います。ボディースラム起こしてまいります。乾いた音が館内に響きます。エルボーで返します。腰を落とします。耐えます。フロントからのキック、おっと逆に捉えた。いや目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。行くのか、逆に返します。バックに回ります。エルボーでブロック、ドロップキックを見舞ってまいります。組に行きます。リング下に落とします。今高さがありましたからね。引いてますよ。見ていてかっこいいですね。抱えます。ブレンバスター、あっとエルボー、リング内に戻ります。リング内に戻ります。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。引き起こします。打ち込んでまいります。掴みます。エルボー、ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。ゴツゴツした鈍い音が響きます。この辺りの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。組みに行きます。この辺り引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎがうまいですよね。結果ですよ。腕を捉えます。返してまいります。ブレンバスターに取ります。逆にドロップキック、ブロック
します。2位を落としてまいります。組み合います。逆に投げてまいります。逆エビ固めに移行してまいります。ロープブレイクです。ガードします。蹴りを見舞ってまいります。腕をさせません。掴んだ。キックで返します。ここでタッチだ。ガードした。雄たけびを上げた。もう気持ちだけで打ってますね。はい、足を抱えた。足を狙っていった。立たせていく。あっと逆に蹴っていった。ラリアット左腕場外に移行した。バックに回った。エルボーで返す。バックを取ってエルボーで切り返す。腰に手を回っ、ジャーンスプレックス。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。リングに戻ります。リングに戻ります。ストッピングを叩き込む。組み合った。ロープリフター 10 minutes pass。 いけるか。コーナーに振って、ロープを使って首を強烈に締め上げていく。そのまま体を浴びせます。ガジェット組み合った。あっとダイヤモンドカッター。バックに回った。エルボーを打ち込む。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT。 さあタッチ。抱き起こす。あっとスピア。エビに固める。カウント3が入りました。
タクマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01270パウンドキングジョー、キングジョー330パウンドバットサファリー、頑張れ頑張れ。赤コーナー全日本プロレス300パウンド嵐、350パウンドビッグジョン、レフリー和田恭平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、このネックすごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね、それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。パンチで返します。フロントに捉えます。正面からの投げを見舞います。おなじみのポーズです。パンチを打ち込んでまいります。キックを打っていきます。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。ここでタッチです。リバースで返します。肩が上がります。腕をフックします。させません。ハンマーを振りかざします。掴んだ。ボディースラムで投げてまいります。起こしてまいります。逆水平を打っていきます。抱えます。パンチで返します。フロントに捉えます。耐えます。抱えます。逆に投げてまいります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。蹴ってまいります。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。蹴りを見舞ってまいります。行くのか。巻き投げで切り返します。このポーズです。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。スイッチしてまいります。腕をフックします。させません。掴んだ。フロントからのキック、足を狙ってまいります。引き起こします。出せません。抱えます。パンチで返します。抱えます。あとリバースで返してまいります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。跳ね上げてまいります。腕をフックします。させません。キックを打っていきます。フライングメイヤーで倒します。サッカーボール逆水平、サイドを抱えます。
ニークラッシャー膝クラキであります。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。腰を落とします。リバースで返します。ここでタッチです。抱えます。パワーボム投げっぱなし。場外に移行した。リングに戻ります。リングに戻ります。腕をフックした。あっと返した。ハンマーパンチ強烈。抱えた。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。腕をフックした。10分経過。10ミリスパフロントから叩きつけた。アースプレイクタンマグニチュード8ステイ級。いやー、消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。取った。あっと、そのまま後ろに投げていった。あっと、逆に切り返した。バックを取って、あっと、返していった。出た、ガサリプレス。ノープブレイク。ここでスイッチ。担ぎ上げるのか。オリンピックスラムで叩きつけた。そのまま体固め。カウント2返しました。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT。 ストッピング強烈。フロントに捉えた。奥歯を噛み締めた。あと逆に返した。抱き起こす。させません。腰に手を回す。あと耐えた。ここでタッチだ。ストッピング。あっと踏みつけていく。逆に捉えた。打たせない。水平打ち。ドラゴン行くのか。ドラゴンスープレックス。ヒールジェッパン。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ、涙を拭いきれない。ガソリンプレス圧殺系だ。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。小脇に抱えた。抱え上げてバックドラップ。引き起こす。正面から投げを見舞った。さあタッチ。張った。サンドイッチのラリアット。落とした。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。立たせていく。バックに回った。エルボーで返す。ピンを叩き込む。このポーズ。バックに回った。させません。組み合った。あっと返した。腰を落とす。エルボーで切り返す。バックを取ってエルボーで切り返す。
重いですね、一発が。フロントからのスープレックス。踏みつけていった。引き起こす、強烈に叩きつける、ギロチンを落としていった。ガジェット組み合った、正面から投げていった。全体重で踏みつけていった。ヒップドロップ、テクニシャン CW アンダーソンが入場してまいりました。ハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。驚異の巨大新勢力であります、この男ギガンテスが入場してまいりました。王道マットの人気者であります、この男ジョージ・ハインズが入ってまいりました。アンダーソン、頑張れ。バトルロイヤル60分一本勝負を行います。235パウンド、アンダーソン CW アンダーソン、アンダーソン、いけアンダーソン、アンダーソン230パウンド、頑張れ室田哲彦、頑張れ。330パウンド、ギガンテス、ギガンテス、ギガンテス、250パウンド、ジョージ・ハインズ、ジョージ
音が館内に響きます。おっと、逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょうか。行くのか、フライングメイヤー。させません。バックからスリーパーに入ります。ロープブレイクです。耐えます。肘を打ち込んでまいります。フロントにベアハッグに捉えます。ボディースラムで叩きつけます。返してまいります。掴んだ。ハンマーが襲ってまいります。ロックアップ、ボディースラムで投げてまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。落としてラリアット強烈、組みに行きます。ボディースラム、全体重を落としてまいります。掴み蹴りを見舞ってまいります。そのまま叩きつけます。ラフサッポーに転じます。打ち込んでまいります。組み合います。バックに回ります。ハンマーを打ち込んでいきます。ストンピングです。起こします。ハンマーを打ち込んでいきます。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから見えることは許されませんからね。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。打たせません。チョップであります。エルボー、エルボー、パンチで返します。やっぱ後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの生命線なんですよ。受け身のうまさっていうのはいわばレスラーの力量ですからね。なるほど、そうですよね。腕を回します。エルボーを入れていきます。ストマックを狙ってまいります。腕をバット返します。スリーパーに捉えます。逆に腕を取ります。ロープにブレイクしました。切り返します。腕をフックします。腕を回します。リバースで返します。高々と抱え上げてから前に叩きつけます。スタンディングを取らせます。逆に返します。このポーズです。行くのか。切り返します。チョップが待ってまいります。掴みます。あと目つぶし攻撃、蹴ってまいります。ロックアップ、あと返します。対角線に飛ばした。おなじみのポーズです。掴んだ。逆に返します。あとキャッチした。切り返し、素晴らしいですね。そうですね。一瞬も目が離せないですよね。強烈なキックです。キックを打っていきます。抱えます。ダブルアームで投げ捨てます。相手を挑発してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。フロントからのキック、ブレンバあります。ブレンバスターで切り返します。気合を入れてまいります。相手を挑発してまいります。蹴りを見舞ってまいります。エルボーでブロック、組みに行きます。ロープに振った、足を殺してまいります。シャイニングウィザード、一瞬の魔法使い。逆に投げてまいります。外してまいります。組み合います。あと逆に返した。ガチッと組み合い、見栄を切った。スタダイ強烈、さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。一気にスパークするのか。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい、ショルダータックル、なぎ倒し、あと逆にパンチ、引き起こす。今モラに入りましたよ。はい、ブロッキー状態か。起こした。シャイニングウィザード、膝が襲った。腕スリーパーホールド、ロープブレイク、カウント2で返します。奥歯を噛みしめた。カナディアン式の背骨折りの体勢、ロープに逃れました。ストンピング、今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。バックドロップ完工、抑え込んでカウント2返しました。気合を入れた。片指に持ち込む。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。バックに、おっと外した。バックを取って、ハンマー気味のパンチ、組み合った、倒していった。エビに固める。カウントは2つ。背後からキャメルクラッチに移行する。いけるか。あっと切り返した。10分経過。あっとエルボー、
取った。抱き起こす。エルボー。ジャーマンスープレックスホールド。雄たけびを上げた。危ない。カウントリーテンキュー。立たせてラリアット。ものすごい。一気に行くのか。組み合った。リフトアップで抱え上げる。一気稼いでいく。キック。全体重を落としていった。ガジェット組み合った。逆に返した。対角線に飛ばした。カバーの体勢。カウントリーテンキュー。重点を和太鼓。ギロチンドロップ。強烈。一気にいくか。危ない。脳天2だか。腰に手を回す。ピンポイント。膝。フィニッシュ宣言か。おっと、シャイニングウィザード。足4の字固め。プロレスホードのイルハを繰り出す。いけるか。裏投げ。裏投げ。センスが開かれた。湧いてこい俺の力。全体重を乗せたエルボー。させません。首根っこを捕まえて裏投げ敢行。このポーズ。カバーの体勢。カウント 2.99。 抜くのか。のパワーボムだ。ストッピングを叩き込む。カウント 2.5。 組み合った。喉割り捉えた。コーナーリフ。チョークスラム。エルボー。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ここでロープブレイク。バット返した。ロープに飛ばした。エルボー強烈。ラリアット2を落としていく。ガジェット組み合った。バット逆に返した。カウント2.9。のどらか抱えた。チョークスラム豪快。ストッピング強烈。15分経過。頭を掴んでそのまま腕を決めていった。ドロップキック。膝。バットうまく切り返した。掴んだ。打たせない。いけるか。あっとライアット。抑え込んで落とした。ライアット左腕エビに固める。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。あっとそのままショルダークラッシュ。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。パワーボムが決まった。危ない。カウント2であります。ロープに振ってキック強烈。ビギアフォーレッグロック。足4の字に持ち込みます。岩壁の母の胸に抱かれました。引っこ抜きか。パワーボム。パワーボム。ガジェット組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。ストッピング。キャメルクラッチの体勢だ。ロープに逃れました。コーナーに振って容赦のない攻めだ。抱き起こす。組み合った。固めていく。トゥーカウント。まだ足りません。いけるか。対角線に飛ばした。わっとコーナーに据え付けた。フロントキック。ラリアット行くのか。ラリアット。片指に持ち込む。カウント2つ。惜しい。蹴り上げていく。小股に挟んだ。20分経過。20 minutes ハ
なっていくのか。ダイビングヘッドバッター、肉体を躍動させるカバーの体勢、ロープに逃れた。いけるか。腕を固めて丸めていった。ロープブレイク、ガチッと組み合った。ロープに振った、顔面蹴り上げる、引き起こす、未知力ドライバー、垂直に落とした。岩壁の母の胸に抱かれました。カウント 2.98、 腕をフックした。ショルダー粉砕か。ギロチンを落としていった。あっとキャッチした。バックを取って逆さ押さえ込みで丸める。ロープブレイク、ロープブレイク、首根っこを掴んだ。膝にピンポイント集中砲火。起こした、蹴っていった。エルボーを打ち込む、ガードした。立たせていく、組み合った、スタダー、そのまま体固め。カウント3が入りました。3にも4にもなる高タッグ、今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。この男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。ですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。張ります、組
みに行きます。フライングメイヤーで倒します。ドロップキックを放ってまいります。ロックアップ、逆に振り返して顔面へのキックです。掴みます。円錐切り、キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。掴んだ、エルボーを入れていきます。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。起こします。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。切り返します。ああ、この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。キックを打ってまいります。行くのか、ロープに飛ばした、そのまま倒してまいります。エルボーで返します。フライングリエルキック、カバーの体勢、技の仕掛け早いですね。勝ちにいってますね。ブロックします。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。リストを固めてまいります。組み合います。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。行くのか、逆に返します。足を殺してまいります。腕を取ります。腕を狙ってまいります。おっと、逆に捉えた、あっと円錐切り、ストンピングです。ロックアップ、コーナーに振った、ストンピングを叩き込んでまいります。アームロックの体勢、ロープに逃れました。組みに行きます。ロープに振った、この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。膝へのキックです。掴んだ、キック攻撃を磨います。抱えます。させません。スイッチしてまいります。ここでタッチです。腕をフックします。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。ハンマーが襲ってまいります。腕を回します。ブレンブスターで投げ捨てます。ラフサッポーに転じます。鋭いキックです。バックに回ります。バックドロップ、綺麗にこう描いた、引き起こす、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。打ってる方も辛いはずですよ。はい、後頭部円錐、逆エブで一気に反り上げる。10分経過、10ミリスパース。ストンピング、おっとクランチループで締め上げる。
腕をフックした。させません。さあタッチ、足を打ちつけていった。腕しぎ入った。ここでロープブレイク、組み合った、逆に返した、脇固めに持っていった、ロープに逃れました。抱えた、ボディスラムで投げつける。逆肩エブで一気に決めていった。ロープブレイク、ガチッと組み合った。あっと切り返した、膝を狙っていった。腕をフックした。あっと返した、蹴りをぶち込む、抱えた。おっとそのまま後ろに投げていく、そのまま体固め、岩壁の母の胸に抱かれました。あっと逆にキック、いけるか、倒していった。あっと鈍い音がした、馬乗りから張っていった。ここでロープブレイク、ガードした。ここでスイッチ、ガチッと組み合った。あと逆に返した。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。バックに回った、小脇に抱えた、リバースで切り返した。カウント2つで返してまいります。15分経過、15ミニッツパー、組み合った、逆にロープに振った。すごい音がした。あっと投げていった。あっと円錐ストッピング、強烈張った、首根っこを掴んだ。あっと逆にキック、腕を取った、腕を殺していった、掴んだ、テンプル捉えましたよ。架空を見上げたか。いけるか、ロープに振った、膝十字に持っていった。バットキャッチした、円錐蹴り、すごい顔で打つ、組み合った。あと逆に投げていった、立たせていく、外した、ここでタッチだ。いけるか、そのまま締め上げる、ハンマーを落としていく、強烈逆肩エビ固め、が食べる、ガジェット組み合った。あっと首から突き刺さった、無人島に着陸してしまった。ガチッと組み合った、飛行機内から固めていった。カウント2で返します。さあタッチ、起こした、見栄を切った、抱き起こす。20ミニッツパース、ブレンバスターで切り返した。体をひねりながらプレスしていった、返した返した、返しました。逆にバックに回った、バックを取り返す、アイオンを取り返す、エルボーで切り返す。
腕を回した。あっと、このポーズ、腰に手を回してエルボーで返す。いけるか、羽織りがダメに持ってった。ロープブレイク、あっとキャッチした。ドラゴンスクリュー、足を殺していった。さあ最後のスペシャルディナーはどう繰り出されるのでありましょうか。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。起こした、バックを取って逆にバックに回った、ハイを取り返す。今頭打ったんじゃないですかね。猛天したたか打ちつけたか。ガッチリ入った。張り手、ミールキックがこめかみに入った。組み合った、ロープに飛ばした。稲妻レッグラリアート、抑え込んでカウント自慢のハードパンチを引っ提げて入ってまいりました。怪物横井宏隆の入場であります。最強外国人を目指すこの男、入場してまいります。60分一本勝負を行います。青コーナー横井ゼロワン205パウンド横井ヒロタカ横井横井赤コーナー横井 ROD 370パウンドジャマール頑張れ。レフリー和田恭平。今ゴングが鳴りました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あります、行くのか、ロープに振ってそのまま後ろに投げてまいります。起こしてまいります。組み合います。
フライングメイヤー。高周波数の音が館内に響きます。ブロックします。ショルダータックルで倒します。起こします。打ち込んでまいります。腰を落とします。バックフリップで落としてまいります。全体重を落としていった。抱えます。フロントから落としていった。引き起こす。強烈タックル。コーナーに登ってダイビングバディプレス。3つは入りません。あっと顔面にヒットした。至近距離からのラリアット。立たせていく。ショルダータックル。なぎ倒し。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした驚異のパワーモンスターナンバーワン外国人の名を虎視眈々と狙ってまいります。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。スリーパーホールド。ガードした。奥歯を噛みしめた。パワーボム投げ捨て。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。ボディアタック強烈。起こした。組み合った。コーナーに振った。ラリアット投げ倒し。抱き起こす。バックフリップ浴びせていった。そのまま体を浴びせます。いけるか。そのまま締め上げる。膝頭を入れていく。顔面を捉えた。組み合った。わーっと後ろに落としていった。放っていくのか。ボディープレスが降ってきた。カウント頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。60分一本勝負を行います。青コーナー、ほんま01、240番の蔡良治。蔡240番の佐藤浩平。浩平赤コーナー、全日本プロレス
235本。宮本和志。本間智明。本間レフリー阿部慎介。和志。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。全身でぶちかましてまいります。組み合います。リング内にお気をつけください。リング内に戻ります。行くのか。コーナーに振った。コーナーに打ち捨ててまいります。ブロックします。小脇に抱えます。バックドロップで叩きつけます。チキンウィングに固めてまいります。スイッチしてまいります。張ってまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。掴んだ。打ち込んでまいります。おっと逆に捉えた。パンチで返します。抱えます。ブレンバスターで切り返します。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを軽減させてますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。ガードします。サイドを抱えます。エルボーでブロック。ドロップキックを見舞ってまいります。掴みます。キックで返します。腕をフックします。逆に投げてまいります。掴んだ。させません。ロックアップ。逆に返します。起こします。鋭いキックです。ここでタッチです。ロックアップ。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。ブロックします。ロープにブレイクしました。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。足を殺してまいります。膝を狙ってまいります。組み合います。ロープに飛ばした。気合を入れてまいります。行くのか。返してまいります。足を取ってアキレス腱であります。掴みます。キックで返します。ダブルで当たっていった。ドロップキックピンポイントであります。エルボーで返します。肘を打ち込んでまいります。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。組みに行きます。バット返します。スタンディングを取らせます。コーナーに登って、引き起こします。組み合います。逆に倒します。起こしてまいります。だ
く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。させません。掴みます。キック攻撃を見舞います。ブレーンバスターに取ります。グラウンドに持ち込んだのネックロックです。10分経過。ロープに逃れました。蹴りをぶち込みます。行くのか。リング下に落とします。リング下に降ります。バックを取ります。あっと、逆に切り返した。トラースキック。強烈なローだ。腕をフックした。あっと、返した。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。ボディスラムでない。容赦のないトラップキック。強烈タクエビが溜め、そのままタイが溜め。カウント 2.5。 あっと、キャッチした。あっと、逆に蹴っていった。重いですね、一発が。起こした。バックを取ってエルボーで切り返す。小脇に抱えた。エルボーで返す。バックに回った。ジャーマン。トゥーカウント。まだ足りません。ここでスイッチ。エルボーを入れていく。強烈なキック。組み合った。逆に返した。抱き起こす。スピアーが突き刺さった。カウントは入る。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。立たせていく。あっと、エルボー。引き起こす。さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。15ミニッツパス。ノーザー行くのか。あっと、そのまま後ろに投げていった。片エビに持ち込む。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。抱き起こす。ガジェット組み合った。ボディスラムで叩きつけた。強烈に決めていった。ここでタッチだ。心の連携が冴え渡る。あっと、そのまま膝十字。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。さあ、タッチ。あっと、ジャンピングにがっちり入った。嬉
スター起こした。こめかみに入りましたよ。猛水に響いたか。カバーの体勢。カウント 2.5。 まだまだです。いけるか。フロントから投げていった。さあ腕しぎの体勢だ。一気に料理するのか。掴んだ。後頭部円錐ドロップキック。的確であります。バックに回った。フェイスクラッシャー。観客席が一気にヒートしています。ものすごいボルテージ。レッドゾーン突入か。引き起こす。エルボー。腕しぎ入った。ここでスイッチ。ガジェット組み合った。コーナーに振ってジャンピングエルボー。エルボーで返す。飛びついてそのままナルセロックに移行する。ロープに逃れました。逆にバックに回った。あと逆に脇固めで切り返す。ここでロープブレイク。カードした。アキレス腱が固めに入った。ロープブレイク。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。今モロに入りましたよ。ルーキー状態か。腰に手を回した。シャーバー。綺麗な人間鏡。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。あっと円錐切り。起こした。あと逆に捉えた。あっ逆にパンチ。抱えた。シュミット流で倒。ドロップキック。的確であります。バックに回った。おっと逆に腕を取った。25分経過。25分。さあタッチ。組み合った。そのまま投げていった。立たせていく。右リフト強烈。首根っこを掴んだ。膝頭を入れていく。ブレンバスター行くのか。脇固めに持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。張った。いけ。正面から投げを見舞った。一気にスパークするのか。引き起こす。ローザンが火を吹いた。
スを愛してやまないこの男、戦う愛の伝道師長谷博士が入ってまいりました。高岩、シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー01、230ポンド、高岩立ち人。行け高岩。赤コーナー高岩、全日本プロレス240ポンド、長谷博士。レフリー阿部慎介。長谷ピー、運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。フライングメイヤー起こしてまいります。腕をフックします。あっと、逆に切り返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。組み合います。ロープに振った。パワースラム、跳ね上げてまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。このポーズです。行くのか。ロープに振って、もうなんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。おっと、逆に捉えた。打たせません。ロックアップ。こうやって後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの生命線なんですよ。受け身のうまさっていうのは、いわばレスラーの日常ですからね。なるほど、そうですよね。相手を挑発してまいります。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。逆にバックに回った。バックに回ります。ラリアット後頭部、そのまま腕を決めていきます。ロープブレイク、行くのか。テイクダウンを奪います。リング上は首4の字固めであります。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。ラフ殺法に転じます。抱えます。耐えます。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを打ち込んでいきます。このポーズでエルボー、フロントに捉えます。パンチで返します。乾いた音が館内に響きます。させません。組みに行きます。対角線に飛ばした。ラリアット引き起こします。フロントに捉えます。スロイダー気味に投げてまいります。抱えます。キックを打っていきます。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。顔面に突き刺さります。強烈、
サンセットフリップ。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。組み合った、対角線に飛ばした。あっとエルボー、引き起こす、顎を狙っていく。そのまま決めていった。ロープに逃れました。蹴り上げていく。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。掴んだ、ヘッドでいった。ブレンバスター行くのか。あと逆に丸めていった。返した返した、返しました。ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した。強烈ダブルに、いけるか。裏投げ、逆に返した。一気に締め上げる。ここでロープブレイク、いけるか。強烈に締め上げる、ハンマーパンチ強烈。フィニッシュに持ち込むのか。10分経過、腰を落とす。 10 minutes passデスバレーボム、ストンピング、蹴っていった、組み合った、あと逆に投げていった。すごい音がした。今頭打ったんじゃないですかね。もう一回下手が打ちつけたか。立たせていく、バックドロップ完工。あっとドロップキック、ストンピングを叩き込む。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。ガードした、放っていくのか。ミサイルキックが発射された。いけるか。コーナーに振った、逆水平、小股に挟んだ。脳天勝ちまった、パイルドライバー。打ち込んでいく、抱き起こす、ノーザンライトスープレックス、トクト剣幕。岩壁の母の胸に抱かれました。そのまま締め上げる、ハンマーを振りかざす、2位を落としていく、打ち込んでいく、起こした。ウルネルソンの体勢、ウルネルソンからドラゴンだ。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよ。水平打ち、2位を落としていく。あとうまく切り返した、流れ込んでのラリアット、決めに行くのか。決めていった。腕を回した、ブレンバスターで切り返した。チョップ、15分経過、立たせていく、首根っこを掴んだ、ショートレンジ気味のラリアット、愛を預ける。カウント 2.5、 ガチッと組み合った、コーナーに振って、なだれ式の裏投げ、起こした、一気加勢に行く。ノーザンライト、北斗剣幕がため、
結成されました。その姿を今表します。60分一本勝負を行います。青コーナー大谷、245パウンド田中雅人。田中245パウンド大谷慎二郎。大谷赤コーナー田中、300パウンド、ザ・グラジエイター。グラジ270パウンド、いけ太陽ケア。レフリー和田恭平。今、ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。蹴ってまいります。腰を落とします。リバースで返します。ラフ殺法に転じます。腕をフックします。逆に投げてまいります。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。抱えます。あっと逆に切り返した。ロープブレイクです。組み合います。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。フロントからのキック、このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。腕をフックします。膝を入れていきます。気合を入れてまいります。抱えます。耐えます。掴みます。キックで返します。ここでタッチです。行くのか。フライングメイヤーで倒します。組みに行きます。フライングメイヤー、ストンピングです。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。逆に返します。チョップが食らってまいります。掴んだ。パンチで返します。おっと逆に捉えた。足を狙ってまいります。組みに行きます。ロープに振って、あと巻き投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。 DDT、 掴みます。ハンマーが襲ってまいります。
水平、逆にバックに回った。これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技はちょっと頭から落ちましたからね。行くのか。巻き投げで切り返します。ストンピングを叩き込んでまいります。スイッチしてまいります。掴んだ、させません。組み合います。あと返します。引き起こします。立ってまいります。あとキャッチした。そのまま倒してまいります。このポーズでストンピングです。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。ロックアップ、切り返します。あとエルボー、あと逆に捉えた。パンチで返します。あとキャッチした。円錐切り、メキシカン式の締めを見せてまいります。ロープブレイク、掴みます。ナックルを打ち込んでまいります。かわず落としです。逆に返します。ソバットを打ち込みます。膝にピンポイント集中砲火、ストンピングを叩き込んでまいります。起こしてまいります。バックに回った。ラフ殺法に転じます。ガードします。ここでタッチです。ラリアット、強烈、そのままプレスしていった。組み合った、あっ逆にパンチ、腕をフロントからのスープレックス、引き起こす、小股に挟んだ、ハンマーを振りかざす、ガチッと組み合った、ボディスラムで投げつける、エビに固める、岩壁の母の胸に抱かれました、抱えた、スライダーで投げていった、起こした、いけるか、フロントから落としていった、起こす、バックを取って、ジャーマー投げっぱなし、立たせていく、奥歯を噛みしめた、あっと返した、返してまいります。キック、水平打ち、ストンピング、引き起こす、ラリアット、ものすごい、起こした、腰に手を回した、背後を取り返す、エルボーで返す、さあタッチ、立たせていく、気合を入れた、膝を突き上げていった、さあ決まるか、どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね、もう気持ちだけですよ。ラッシュスイープ、かわず落とし、抱き起こす、ここで持っていくのか、担ぐか、そのままボムで叩きつけた、カウント3つ、カウント3つ入りました。
ラデルフィア出身のクレイジーモンキー葛西純の入場であります。冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。足攻めに転じます。行くのか。フライングメイヤーで倒します。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。ドロップキック、あっとキャッチした。耐えます。抱えます。させません。組みに行きます。ボディスラムです。相手を挑発してまいります。組み合います。倒してまいります。サンセットフリップ、キックを打っていきます。腕を回します。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。ブレインバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。ロックアップ、ボディスラム。さあ今日も大歓声を背にリングで戦ってまいります。小島さとし、誰よりもファンを大事にするこの男にとって、その声援こそが戦いの添加剤。早くも小島の魂は爆発。5秒前か。行っちゃうぞバカ野郎。行くのか。フライングメイヤー、ドロップキックを放ってまいります。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。逆エビ固めに移行してまいります。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いい攻めですよ。スタンディングを取らせます。エルボーで返します。このポーズです。ガードします。起こしてまいります。ブレンバスターで切り返します。息を整えます。蹴りを見舞ってまいります。フロントからのキック、腕をフックし DDT、 回転してまいります。サンセットフリップ、乾いた音が館内に響きます。きたー、カウントは2つ。
ブレーンバスターに取ります。逆に投げてまいります。サンセットフリップいけるか。あーっとダイヤモンドカッター。いった、コジマックスホールド。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。抱き起こす。組み合った。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。引き起こす。ぶん投げ、ありがとう。落とした。ガチッと組み合った。逆に返した。強烈サンセットフリップ。組み合った、あと逆に返した。片エビに持ち込む。返してまいります。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。もう気持ちだけで打ってますね。はい、エビに固める。岩壁の母の胸に抱かれました。エルボーを打ち込む。抱えた。打たせない。奥歯を噛みしめた。ハンマーを振りかざす。ガジッと組み合った。巻き投げで切り返した。立たせていく。腕を回した。垂直落下ブレーンバスター。起こした。切った意味がありましたよ。ブロック状況か。引き起こす。頭を掴んで逆にバックに回った。10ミリスパン。エルボー強烈ブロックした。腰に手を回した。ジャーマン肩口から落とした。抱き起こす。ラリアットものすごい。立たせていく。バックに回った。バックドロップ。綺麗に弧を描いた。放っていくのか。ダイビングしたらエルボー。コルノワールド展開であります。策略男爵スティーブ・コルノが入ってまいります。天の弱な男、仮面の関節機、剣道家臣がリングに向かってまいります。コリノ、コリノ一番。シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、コリノ01、240パウンドスティーブコリノ。コリノ、コリノ、コリノ。赤コーナー全日本プロレス215パウンド剣道家臣。
レフリー阿部慎介。パス。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。あと目つぶし攻撃、蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。掴みます。エルボーをかち上げます。腕をフックします。膝を入れていきます。組み合います。投げてまいります。こうやってプロとして戦っていますね、ここかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリはないですから。でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。ロックアップ、倒してまいります。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、テイクダウン。相手を挑発してまいります。まさにクセモノ曲がりモノ、スティーブ・コリノ。さあ今宵も巧みな話術とアピールで、対戦相手だけでなく観客をもコリノワールドに引きずり込んでいくのか。油断は大敵であります。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。エルボーを入れていきます。腕を取ります。逆に腕を取ります。腕に照準を絞るのでありましょうか。バックドロップの体勢。あっと、エルボーガードします。ランニングスタのネックブリーカー。キックを打っていきます。組みに行きます。逆に振り返した。パンチで返します。腕を取ります。逆に返します。腕を回します。ブレンバスターで繰り返します。行くのか。ロープに振った。巻き投げてまいります。このポーズです。フロントからのキック。打ち込んでまいります。抱えます。強烈に打ち込みます。あっと、キャッチした。させません。肘を打ち込んでまいります。自ら誘ってまいります。組み合います。返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。行くのか。あっと、返します。相手を挑発してまいります。スタンディングをトラップ、蹴ってまいります。ロックアップ、強烈ダイヤモンドカッター。エルボー掴みます。キックで返します。張ってまいります。腰を落とします。バックに回ります。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。組みに行きます。対角線に飛ばした。あっと、円形のタランチュラに持っていきます。ストンピングです。蹴ってまいります。組みに行きます。ロープに振って顔面へのキックです。組み合います。させません。おっと、逆に捉えた。そのまま倒してまいります。こういう打撃系の技はね、
そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね。そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。パワースラム、カウンターテール、組み合った、あっと倒していった。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。ブロックした、ランニングでコミュニケーター、アキレス腱がここで無念のゴング。巻き散らしながら入ってまいりました。極悪悪魔グレートムタが剣山であります。60分、一本勝負を行います。青コーナー01、220パウンドローキー、ローキー、ローキー、ローキー。赤コーナー全日本プロレス、260パウンドグレートムータムタ。レフリー和田恭平。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。さあ粘着質よろしく、締めに転じてまいります。足を取ります、させません、組み合います。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。このポーズです。ジョップであります。乾いた音が館内に響きます。掴んだ、いやらしい攻めを見せてまいります。ガードします。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。この辺りの空中速攻をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。ハンマーを打ち込んでいきます。超猛毒を持つ極悪スパイダーであります、このグレートムタ。全身フルモデルチェンジを施し魔界より戻ってまいりました、このムタ。
新世紀仕様の極悪かつファンタジックなファイトでどう幻惑していくのでありましょうか。バックドロップの体勢、岩石落とし、バックドロップであります。キックを打っていきます。浴びせ蹴り、おっと逆に捉えた。バックを取ります。フライングリールキック、気合を入れてまいります。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーってのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。行くのか、あと返します。鋭いキックです。フロントからのキック、逆水平を打っていきます。足を抱えます。耐えます。組みに行きます。逆に倒します。ストロボ効果、フラッシュニングエルボー、ロックアップ、コーナーに振った。カウンターで返します。バックに回ります。バックドロップで叩きつけます。ロックアップ、切り返します。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。組み合います。コーナーに振って、あっとフライケンをさせない。老快なテクニックを駆使してまいります。ロープにブレイクしました。行くのか、返してまいります。小脇に抱えます。逆にバックに回った。サイドを抱えます。エルボーで切り返す。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。ガードした、気合を入れた。一気に決めていった。小股に挟んだ、させません。腕をフックした、あとうまく切り返した。2カウント、まだ足りません。脳天チョップ、奥歯を噛みしめた。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。ピンポイント、膝、バットキャッチした。足を殺していった。掴んだ、あっと逆に蹴っていった。テンプル捉えましたよ。虚空を見上げたか。バックに回った、バックドロップ気味のジャーマンスープレックス。10分経過、立たせていく。 10 minutes pass。 あっと逆にキック、抱えた。ダブルアームで固めていった。カウント2、組み合った、逆にロープに振った。一気に行くのか、足を抱えた。膝がかかきで声を上げている。引き起こす、膝にピンポイント集中砲、あっとシャイニングウィザード、どうか。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。ずっと楽しみですよ。ドロップキック、膝起こした、ブロックした。あっとシャイニング式のニールキック、チョッパー。無重力状態からフラッシュリング、ガードした。逆肩エブで一気に決めていった。ブロックした、膝へのドロップキック、シャイニングウィザード、一瞬の魔法使い、抱き起こす、毒切りフィッシャー、ピンポイント膝、シャイニングウィザード先行魔術師、うまく切り返した。
肉体を躍動させる。バックを取って投げっぱなしのジャーマンスープラックス。これで決まったか。ロープに逃れた。ガジェット組み合った。倒していった。ドラゴンキャッチで締め上げていった。足を取った。打たせない。頭を掴んで狂気攻撃だ。浴びせ蹴り強烈。フェニックススプラッシュ。カウントリーテイク。15分の対抗。すごい顔で打つ。ライガースープレックスホールド。カウント2.8。そうは今夜は下ろしません。ブレインバスターで叩きつける。タイガー行くのか。あっと返していった。抱き起こす。シャイニングウィザード膝が襲った。さあ決まるか。岩壁の母の胸に抱かれました。あっと逆に切り返した。シャイニングウィザード成功の術師。フィニッシュになるか。ロープブレイク。いけるか。コーナーに振った。決めに行くのか。組み合った。対角線に飛ばした。さあ世知辛い不況の真っ只中のこの時代にまさにオアシスのような存在であります。起こした。ドロップキック。膝引き起こす。シュミット式で落としていった。引き起こす。あっとシャイニングウィザード強烈なキック。肉体を躍動させる。強烈ドラゴンキャッチ。ロープに逃れました。ドラゴンキャッチで締め上げていった。膝へのドロップキック。立たせていく。ドラゴンスクリュー。すごいねじれだ。起こした。膝にピンポイント集中砲。シャイニングウィザード一瞬の魔法使い。カウントスリーが入りました。男たち今入ってまいりました。されました。その姿を
ちまたタクマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ01300パウンド橋本慎也橋本230パウンド梶原ジョーけ川田赤コーナー全日本プロレス235パウンド内正信240パウンド川田俊明川田レフリー和田恭平木槌がゴンの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。浦和明康県に移行してまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。足を殺してまいります。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。ゴツゴツした鈍い音が響きます。組み合います。コーナーに振って高周波数の音が館内に響きます。掴みます。あっと逆に脇を止めて切り返す。ここでタッチです。起こしてまいります。ロックアップロープに振った。フライングヒールキック。行くのか。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。組み合います。さあ粘着質よろしく。締めに転じてまいります。組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。掴んだ。エルボーでブロック。掴みます。エルボーで返します。ガードします。スイッチしてまいります。相手を挑発してまいります。リング下に降ります。打ち込んでまいります。地獄突き強烈なキックです。ロックアップ。お気をつけください。行くのか。お気をつけください。掴んだ。喉元を狙ってまいります。リング内に戻ります。リング下に降ります。組み合います。切り返します。ストンピング蹴りつけてまいります。逆に倒します。ラフ殺法に転じます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。ロックアップ。あと返します。体を預けます。ロープブレイク。キックを打っていきます。組みに行きます。対角線に飛ばした。カウンターで切り返してまいります。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。
プロレス技のいろは、クラシカルな展開であります。組み合います、逆に返します。いやー、掴みます、顔面を狙ってまいります、腕を捉えます。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど、組に行きます、巻き投げで切り返します。行くのか、ボディースラムで投げてまいります、起こします、ブロックします、ラリアット引き起こします、ブレンバスターで切り返します。リング下に降ります。10分経過、テイクダウン、スタンディングを取らせます、エルボーで返します、ブレンバスターに取ります、耐えます、ロックアップ、お気をつけください。ローを打ち込みます。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、立ってまいります、足を抱えます、足に照準を絞るのでありましょうか、掴んだ、エルボーでブロック、組み合います、フライングメイヤースイッチしてまいります、この辺りのグランドサッカーなんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。抱えます、リバースで返します、キーロック、ショートアームシザース、ここでタッチです、返した、ロープに逃れました。
いけるか。あと逆に返した。五臓ロックに締め当たるキック。ガジェット組み合った。正面から投げを見舞った。起こした。そのまま叩きつけていった。決めに行くのか。ハイキック。強烈逆肩エビ固め。ロッププレイク。いけるか。あと逆に投げていった。さあタッチ。爆殺シューティングか。首根っこを掴んだ。鉄拳制裁マックルアロー。テイクダウンを奪った。あーいやらしい攻撃だ。20分経過。20ミニッパー。腕を取った。おっと腕を決めていった。バックを取ってエルボーで切り返す。組み合った。あっと切り返した。抱き起こす。バックに回った。小脇に抱えさせません。ガジェット組み合った。ロープに振った。組み合った。ロープに飛ばした。五臓ロップに染み渡る。アキレス腱を決めにいった。
切り決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。 DDT 前頭葉から突き刺さった。引き起こす。いけるか。フロントから投げていった。カウント入る。ここは踏ん張るとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。小脇に抱えた。ニークラッシャーで叩きつける。あっと顔面踏みつけ。膝にピンポイント集中砲火。そのまま倒していった。ここでスイッチ浴びせ蹴り。腕を伸ばした。ブレンバスターで切り返した。30分経過。ブロックした。バックを取って打たせない。さあタッチ。チョークで締めていった。掴んだ。タックル取られましたよ。タックルを見上げたか。起こした。引っこ抜きか。打たせない。すごい音がした。頭を掴んで顔面蹴り。抱き起こす。抜くのか。